します。サザンウィンド。Yeah.
カメラ向けられるの大好きだからみんないっぱい撮ってね。父、ありがとうございます。なんか夏らしい歌をいっぱい歌おうと思ったんですけど、曇ってるけどすごい今日暑いですね。なんか暑つ、じゃあ準備はいいですか。続きまして、明菜ちゃんの10回を歌わせていただきます。変えたんですけど、音量大丈夫そうですか？丸、丸、よし、よかった。明菜ちゃんのね、10回の振り付けですごい後ろに反るじゃないですか。あれどうやってやるのってよく聞かれるんで、ちょっとね、解説しようと思うんですけど、ラジオ体操のこの動きあるじゃないですか。横に曲げる運動ってあるじゃないですか。あれをやるときに体を上に向けてやるんですよ。それやるとすごい明菜ちゃんみたいに横に体が倒せます。前私真後ろに倒れるもんだと思って真後ろに倒れてたら腰をやりました。気をつけてください。すごい痛かったです。父、ありがとうございます。よいしょ。続きまして、また明菜ちゃんの大好きな
歌おうと思います。ちょっとだけマイクの量上げようかな。飾りじゃないのよ涙は。井上陽水さんらしくて、それ知った時私すごい初めてびっくりしましたね。あの歌なんだっけな、井上陽水さんの有名な歌、あ、それ夢の中をってあの歌のイメージしかなかったので、こんなにかっこいい歌も作られるんだなってちょっとびっくりしたことがあります。次は私のまた明菜ちゃんの歌なんですけど、大好きな歌を歌おうと思います。準備は OK ですか？ OK です。ニューモーレ。
した指先が踊りの渦に巻かれてく瞳に押されて、リオの街はカニバル、銀の髪吹雪、黒い瞳の踊りと汗を飛び散らす、きらめく羽飾り、夜の街、心に呪文を投げるの、二人はぐれた時それがチャンスと、迷い迷わせてカニバル、夢で夢をだから、今夜は誘い誘われたらカニバル、腕から腕の中揺られて、キスは命の火よ、あのね、パレードの向こうにあなたを見つけたわ、夢から覚めてゆくように立ち尽くす街角、空に割れて飛ぶ花火、サンバのリズムが一世一度ときめきを無駄にしないでってそう告げるの、踊り踊らせてカニバル、光の輪の中であなた迷わせてカニバル、しっかり抱いていて、私も誘い誘われてカニバル、心がすり抜けてゆくから、抱いて抱かれるからカニバル、キスは命の火よ、あのね、ありがとうございます。明菜ちゃんのミ・アモールでした。 ありがとうございます。投げ銭ありがとうございます。明菜ちゃんのこのミ・アモールのこのお尻振る振りですけど、これあのすごい簡単そうに見えるじゃないですか。これ私できるようになるまで半年ぐらいかかりましたね。とっても難しい振りでした。じゃあ続きましてね、どんどんいきましょう。明菜ちゃんのデザイヤー、羽の代わりに飛んでる。
歌すごい大好きなんですけど、大人になるまで少女 A がデビュー曲だと思ってたんですよ。 でも実はなんか違うらしくて、明菜ちゃんのデビュー曲スローモーションという歌らしくて、続きましてスローモーションを歌わせていただこうと思います。この歌も大好きな歌です。お願いします。瞳の中
デビュー曲のスローモーションでした。で早いものでちょっと時間早いんですけど、次で最後の曲になります。最後はねちょっとアキナちゃんの歌じゃないんですけど、最近なんか海外で80年代の日本の歌がすごく流行ってるらしくて、まあ、その中でもすごく有名な歌を歌って終わろうと思います。歌唱でカメラ向けられたらピースしちゃう。で最後に海老名やすがさんのフライデーチャイナタウンを歌おうと思います。ではお願いします。
鈍い顔のあなた、わがままが言いたい。愛想笑いのおばさん、きっと似合うわと。どこか静かな場所で着替えてみたいのよ。It's so bright, bright China Town、 絹ずれの月明かり。 It's so bright, bright China Town、 私も異国人で。 It's so bright, bright China Town、 ジャスミンに口づけを。ありがとうございました。第2部もね、終わり。おお、びっくりした。ありがとう、嬉しい。すごいお腹空いてたの今。ありがとうございます。ライブ終わったら食べます。はい、ありがとうございます。で、第2部も終了しました。残りね、3話フリマ終わるまでね、まだ2時間半ぐらいあるんでね、美味しいものいっぱい食べて、いっぱいお買い物して、楽しいね一日にしましょう。残り時間も本当にありがとうございました。よし、じゃあ私もね、めちゃくちゃお腹空いてるんでね、歌う前は食べないので、これからいっぱい美味しいもの食べます。ありがとうございました。お片付けします。ありがとうございます。よし、じゃあお片付けしようか。まあまあまあ、ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。かわいいなこれ